皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。焼きということで、今日はお餅を使ったアレンジレシピということで、もち米蒸し器不要、炊飯器で作れて、もちもちの食感とこんがりと香ばしい焼き目が美味しいおこわ焼きおにぎりを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はお米2合 300g、 切り餅1個、醤油大さじ2、みりん大さじ2、ごま油大さじ2分の1、だしの素大さじ1、水になります。で、今年からこういう感じで材料テロップ表示しようかなと思うので、ちょっとこのあたりも賛否両論あると思うので、あると便利だなとか、まあ、ない方が早く見られるのでない方がいいですとか、コメント欄にご意見ぜひコメントしてみてください。で、今回プレーンタイプの焼きおにぎりと中にチーズを入れたチーズ焼きおにぎりも作ろうと思います。チーズ焼きおにぎりも作りたい場合は、避けるチーズやベビーチーズなどお好みのチーズを用意しておいてください。ではまず切り餅1個を8等分ほどの大きさに細かく切ります。お米2合を研いでザルにあけ、水気をしっかりと切ります。水気を切ったら炊飯釜に入れ、醤油大さじ2、みりん大さじ2、だしの素小さじ1、水を2合の炊飯ラインまで入れます。調味料と水を入れたら全体を混ぜ、お米を平らにします。お米を平らにしたら上に切り餅を乗せ、普通の白米炊飯モードで炊飯します。ダダダダダーン。はい、では炊き上がったので、ごま油大さじ2分の1を入れ、全体をよく混ぜ合わせます。お餅が全体に行き渡るようお米を切るようにしてよく混ぜてください。では全体をよく混ぜ終えたら三角に握ります。今回100均のおにぎり型使っているんですけど、焼いた時に形が崩れないようにこのような型を使っていただいたり、しっかりと握ってください。お好みで中にチーズを入れても美味しいので、今回は伸びのいい避けるチーズ使ってチーズ焼きおにぎりも作っていきます。まあ、だいたい食べやすい大きさに切って、チーズを真ん中に入れて握っていきます。で、チーズは目印になるように少しごま振っておくと、食べる際にどっちがねチーズか分かりやすいです。握り終えたら、フライパンに薄く油を引いて、中火から強めの中火で熱します。では、フライパンが温まったら、おにぎりのラップを取り外して、フライパンに並べます。では、並べ終えたら、途中で返しながら全体にこんがり焼き目がつくまで焼きます。途中でおにぎり立てて側面もしっかりと焼いていきます。はい、では全体にこんがり焼き目がついたら完成なので、お皿に取り出していきます。はい、ではこんな感じでお正月の残ったお餅で簡単絶品おこわ焼きおにぎりとチーズおこわ焼きおにぎりの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はもち米や蒸し器不要、お餅を使ってお手軽簡単に作れるおこわ焼きおにぎりを作ってみました。それでは
本日はお吸い物で乾杯。乾杯。くー、永谷園。じゃあ早速いただきましょう。今回はお正月のお餅を使ったアレンジレシピということで、まあ、焼きおにぎりのお米の部分をおこわ風にもちもちにしながらおこわ焼きおにぎりを作ってみました。こちらもあったかいうちにこのままパクッといただきます。じゃあいただきます。こんがりーのもちもち、お餅を細かく切ってお米と一緒に炊くことでうまくお餅が溶けて全体に広がり、ほんともち米を使ったようなもちもちの食感に仕上がります。焼きおにぎりっていうと、まあ、普通のお米を使うんですけど、今回このお米を入れたおこわ風の焼きおにぎりになっているので、中はもちっとしつつ、ちょっとこのお餅の効果で外側はしっかりカリッと香ばしく焼き上がり、美味しく仕上がります。味付けの調味料も自宅にあるようなお手軽な材料で作れて、少しこう最後にごま油を回し入れることによって、ごま油の風味が全体に広がり、美味しく仕上がります。で、調理工程も炊飯器に入れて炊いて、あとは握って焼くだけで簡単に作れて、ほんとこの焼く工程もフライパンで簡単に作れつつ、焼き目のこんがり香ばしい風味がとても美味しいです。握る工程だけ緩すぎるとどうしても焼いている時に崩れやすかったりもするので、私は100均の道具使ってるんですけど、ラップを使いながらしっかりギュギュッと握って焼いてみてください。じゃあこっちのチーズ入りバージョンも食べてみます。で、今これね、冷凍しといたのを少し電子レンジでチンしたんですけど、今回の分量で7から8個分結構たっぷり作れるので、もし食べきれなかった場合はラップで包んでフリーザーバッグなどに入れて冷凍保存して、食べる際にレンジで1分半から2分ほど加熱して温めて食べてみてください。保存期間も1ヶ月ほど、悪くなる前に食べていただければ大丈夫なので、作って作り置きにもおすすめのレシピになってます。ではチーズ入りをいただきます。チーズめっちゃうま。で、そのまま握って焼きおにぎりにしていただいてもいいですし、お好みでこうやって中央にチーズを入れて握ってもとても美味しく食べられます。なんかほんとちょっとこの醤油辛い感じにチーズで全体のね味がまろやかになって、とても美味しく食べられます。で、今回まあ裂けるチーズ使ったんですけど、ちょっとこう裂けるチーズって冷めると硬くなったり伸びが悪いので、すぐ食べる場合はかなりビヨンと伸びるので裂けるチーズでも美味しいんですけど、ちょっとこうすぐ食べれないなっていう場合は普通のこうベビーチーズとかとろけるスライスチーズなどかを使っていただくのがおすすめかなと思います。はい、ということで今日はお餅を使ったアレンジレシピ、おこわ焼きおにぎりを作ってみた動画でした。お餅を入れて一緒にお米と炊飯することでおこわのようにもちもちの食感になり、おにぎり状にしてこんがりと焼き上げ、香ばしい焼き目の風味がとても美味しいレシピになってます。そのままでも十分美味しいですし、お好みで中にチーズを入れたりアレンジして作ってもとても美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、おにおに。ちょっとツナマヨ入れても絶対美味しい。